はい、どうも、これこれです。僕のところにですね、はい、まあ、助けてほしいという連絡が来ましてですね、はい、まあ、いつものことなんですけど、はい、よくあるシリーズ。毎日来るんですけど、はい、今回はですね、着物屋さんから助けてほしいという連絡が来まして、また珍しい。どうやらですね、その着物屋さんが障害者専用の着物サロンと。なるほど。っていうことなんですけど、じゃあ何を助けてほしいんだと、はい、障害者専用だけあって、はい、イメージとしてはちょっと高いのかなと思ったんですけど、はい、安めらしいんですよ、どうやら、逆に、はいはいはい、っていうので、はい、普通の健常者の方の依頼がほとんどなんだって。まあそうですよね。もう全部断ってると。重度の障害を抱えた人にもっと利用してほしいというので、はい、僕のところに連絡が来ましたと。なるほど。障害者の方に着物を着せるのって、はい、普通の着物屋さんだとすごいトラブルが多いんだって。例えばこうなんかよだれが垂れてて着物が汚れるとかね、はいはいはい、着物を着せるのに時間がかかると暴れて破いちゃったりするんだって、はい、本当にね、もう、はい、障害者の方からの依頼がねすごい多いからそういう専用チャンネルになりつつあるからね、このとこね。まあでも、うん、ちゃんと取り上げてくれるチャンネルがあんまりないですから、ね、まあ確かにね、触れ方によっては炎上しそうみたいなので多分触れない人もいると思うんですけど、いますね。で、僕ら普通に相手が障害を抱えてるからって言っていつも通りやるんでね、はい、じゃあちょっと話を聞きに行きましょうか、はい、でなんか着物屋さんと、はい、お客さんがもうなんか2名ぐらいいるみたいで、あ、もうスタンバってる、はい、どうも来ました。はじめまして。はじめまして。はじめまして。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、でもちゃんともうセットになってるんだ。あ、本当だ。こうやってご依頼された方はこの方、はい、はい、こういう風にスタジオを借りて、はい、こういう場を作ってここで撮影とかするってことですか、はい、そうです。さすがにはスタジオを構えてるんですけど、高齢の方も多いので今回出張で行ってっていう、はい、あ、店舗どこなんですか。店舗はですね、ハウステンボスのすぐ近くになるんですよ。長崎。そうです、佐世保ですね。行けないっすよね、わざわざ。なんで出張型をやってるってことですよね。そうですね。ただお母さんの方がもう自分でこう着せれるように改装してるので、大体は皆さんも自分で着付けて、それで自分たちでお写真を撮るっていうのが多いのは多いですよね。あー、オーダーメイドで作って送って、うん、着せ方をなんかこうレクチャーするみたいな感じなんですか。そうですね。ということで、はい、ご利用者さんたちということで、どうも、はじめまして。はじめまして。はいはいはい。普通の着物屋さんとか利用されたことあるんですか。私はないです。ないですか。私は七五三の特に、そのスタジオなんとかとか、そういう系のでレンタルで借りて、なんか無理やりなんとなく着せたような。無理やりなんとなく。やっぱりじゃあ、大変だったってことですかね。なんですけど、まあ、この専門店だと、まあ、結構スムーズにと言いますか。知識ない私が5分以内に来てられるので。はいはいはい。めちゃくちゃ早いですね。確かに早い。で、はい、お母さんは神社なんかに連れてかれて撮ったりとか。神社に行って、写真撮ったんです。なんで、みのりさんは2回目なんですよ。はい。で、ご紹介で、ひかりさんも行って。はい、はい。あ、でもいいですね。そうやって広がっていくのはね。そうですね。もうほとんどうちはご紹介になるので。はい、あれですよね。健常者の方はお断りしてるってことですよね。えっとですね。改装した着物っていうのは一般の方にもお貸ししてるんですね、うんうん、自分でこう着れるので、それで健常者の方も OK なんですけど、うん、オーダーメイドの方はもう障害者の方だけになります、うんうん、あ、そっちの方だけなんですね、はい、それでどういったご病気なんですかね。うちの子はリンパ管腫って言って、うん、リンパの病気なんですけど、うん、血液と同じようにリンパって全身を巡ってるんですけど、それが、うん、まあ、ちょっと集中的に溜まっちゃってるっていう形で、うん、で神経とかいろんなものを筋肉も絡めちゃってるので、結局外科的な切除がちょっとできないの、俺といった治療法もないので、うん、病気と共存していくしかないっていう感じですね。着物っていうのはどうやって作成されるんですか。結構小柄な方が多いので、普通の振り袖の椅子サイズなんかとちょっとこう大きすぎるんですよ、なので切断したり、あとはまあ子供用のまた改装したりとか、うん、まずそれで背丈を合わせて、あと着やすいように、みどりさんは立てるんですけども、やっぱりこうお母様のこう支えがないとちょっと難しいので、うん、上と下をもう切ってしまいます、着物の、うん、で下は下スカートタイプなのか巻きタイプなのかっていうので、うん、切ってって上も、気管切開されてるのでそれに邪魔にならないように、うん、もう塗っちゃうんですね、歯切りとかそういうのも全部くっつけてるんですよ、はい、重ね襟なんかも、うん、そうするといちいちこう何回も着なくて済むので、うん、電動車で移動されるので、うん、前にこう作り降りがこう来るようなタイプとか、でこういったもので後ろがちょっとこう、まあ、車椅子で見えないからこういうのにくっつけてペタンともこういう感じで前からこう包み込むような感じ、そうすると後ろが邪魔にならないので、車椅子なんかでも移動がしやすいっていう感じですね、何しろ時間が短い方が一番お母様たちもいいので、もう簡
ていうのをコンセプトでやってます。なるほどなるほど、いいっすね。私たち大人でも着てたらなんか嫌だなってなるので、ちょっと逃がしの部分なんかをつけてるんですよ。こういう感じで、これ肩のとこですね。例えば発達障害の方なんかでも、グッてこうされるとこう暴れたくなるので、そういった時にはここから手が出るように、手が動かせればちょっとおとなしくしていただけるので、そういうふうな工夫なんかしてますかね。もうあのストレスにならないように、そしてあのお母様たちが着れるようなので作ってるので、もしもその日がダメだったらまたも次の日っていう感じで9泊10日かな。でちょっと長いので、もうお子さんの体調に合わせて。年間どれくらいの方が利用されるんですか？オーダーは少ないです、まだ、皆さん知らないと思うんですよ。ああ、こういうサービスがあるっていうのですよね。そうなんですよ、あんまり宣伝っていうのもしないんですね、まあ、より多くの人に知ってもらいたいってことですよね。そうですね。ちょっとこちらのご家庭は、はい、ここからなので、まあ、成人式とかの着物とかもどうしようかなって考えて、うち全然立てないんですけれども、スカートタイプで履かせたりだとか、私でも簡単に着せられるっていうのを知ったので、とても良かったなと思って。確かに着せるの大変ですからね。でも簡単に着せる、大体どれくらいで着せれるんですかね？あ、すぐに。すぐに、どういった症状なんですか？うちは本当に全解除で歩けないですし、お座りもできないんですけれども、ちょっと今目は閉じてますが、一応なんか自分の意思だけはある感じですね。話はまあ聞いて。聞いてはいる。はい、理解はしてるみたいな感じです。何歳なんですか？19歳です、お二人と。直接会えない場合はどうレクチャーするんですか？電話ですか？リモートでずっとですよね。あ、リモート。どれくらい簡単なんですよ。あ、テレビ電話で伝えれるぐらいの。なんか伝わらなきゃ分かんないっていうものじゃないんです。本当に見れば、こう、ああ、なるほど、ああ、そうねっていうのに、もう全部一気にパンって着せる着物もあるんですよ。はい、はい。かぶせる。ああ、そのタイプもあるんですね。あるんですよ。対応できるので、それいいっすね、どんな人でもってことですか、すごいっすね。てか上から被るだけでいいな、僕たちも欲しいっすけど、ね、本当ですか。で 楽じゃないですか、やっぱ着物とか袴とかってね、めちゃめちゃ苦しいっすよ僕着るのこの体型なんで。なんかいいっすね、いろんなサービスがあって。そうっすね。いつからやってるんですか？2年半になります。あ、でも結構じゃ最近なんですね。最近っすね。いろいろなトラブルがあるっていうことをお聞きしてたんですね。例えば唾液でここが汚れて、それでこう訴えられたじゃないけど、うちがそういうふうなお母様たちのトラブルをこう解決するような団体をこうやってるんですね、ボランティアで。でそこですっごい着物のそのトラブルが多かったんですよ。でそのまあ話し合いは分かるんじゃないかなと思うんですけど、法律的に内容証明が届いたりとか、そういうのが多いんですよって。お母様たちはね、頑張って子育てされてるのに、もうそんな訴えられたらもうそこでこうなってしまって、まあそうっすね、子育てにも支障が出て、ちょっと着物は着れないですっていう方が多かったので、違いますということで、はい、全国でここだけなんですか？はい、車椅子だけはあると思うんですけども、まあ、いろんな症状にあれっていうのはうちだけだと。もうどこでも行くんですか、国内であれば。行きます。オーストラリア。海外も対応してるんですか？海外で成人式を。すごいっすね。僕は成人式に行かなかったんで、親に謝りたいです。僕も行ってないです。僕もそうです。私も行ってないです。あ、そうなんですか。ではちょっと実際に着てるとこ見たいですね。大体は皆さんお母さんが着付けをされるんですよ。なのでお母さんが実際に着付けを、はい、とお願いしま します。でお母さんにまずセッティングをしてもらいます。こういう感じでね、ちょっと分かれてる、はい、上と下が、これで下準備完了と。実際にはい、私はサブに、はい、はい、でひかりさんは普段からスタートを履かれるので、あえてもう巻きにせずにスカートタイプで作ってます、下をですね。でスカートも日頃履かない方はもう巻きタイプだったりとかいろんなタイプがあるので、そしてもう下はこれで終わりです。で今度上ですね。でひかりさんは手がこう硬直しているわけでもないので、ここに何のあれもしてませんけども、曲がらない方は曲がらない方なりにここを切ってっていう形で作ります。で今日はお花がコンセプトなので、いろんなところにお花を、なんかもう完成しそうな勢いですけど、紐がついてるので、針でこういうふうに飛べます。
あと、帯でどうにでもかぶれるので、はい、そんなにこだわらなくて大丈夫です。やっぱ、オーダーメイドってだけあって、はい、ピシッとかっこよく。そうなんですよ。綺麗なんですよ。はい、様になってるからいいよね。うん、こういうけど、ほら、安いコスプレであるじゃないですか。いや、ありますね。うん、ドン・キホーテとかね。そう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 。うん、全然違う。そういうのじゃなくてっていう。うん、そうです。一緒に10万でね、もうそこは気を入れて。簡単そうに見えるな。5分も経ってないですかね、まだ。うん、確かに。あとはもう靴を履いたら完成です。早い。すごい。いや、文字すごいけどな、これ。実際のじゃ撮影も見たいですね。うん、はい。ですね。じゃあお母さん、はい、一緒に。あ、はい、じゃあ、あれしましょうか、はい。じゃあお母さんがちょっとお姫様抱っこであれします。うん、まあ、このようなスタジオだったら、もう、こうやってご一緒に座ってもらって、こうやってお母さんと一緒に撮ることもできますし、うん、で、まあ、あとはもうスマホで皆さん撮られるので、うん、まあ、ね。もうせっかくだ、じゃあ僕のこのいいカメラでも撮りますか。おぉあら、じゃあ、大丈夫だよ。そうなんだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、次、みのりちゃんです。いける？いける？じゃあ、行きまーす。はい。お願いします。ちょっと、あれですよね。はい。さっきとは違う着せ方ですね。そうですね。はい。すごくお母様上手に着せられるんですけど、ここはちょっと支えてもらうので、はい、私が着付けていきます。はい。はい。でですね、電動車椅子を使って移動されるんですよ。過去ここまでずっと来られたんですけど、でその場合には少し長く作ってないと、やっぱり座ると長さが必要になってくるので、少しちょっと立った場合には少し大きいかなと思うけども、ちょっとやってみますね。座った時を想定しての長さになっていると、見栄えさえ良ければいいところもありますもんね。そうなんですよ。どうでもいいんですよ、もう中は。でここは光さんと同じようなパイプになってます。上からかける。ね、全身ピンクのお花柄っていうふうに決めてたので、はい、でさっきご説明したようにここがバリッとこういくので、はい、疲れた時なんかもこれで、うん、それマジいいっすね。ね、まあ、だから写真で見ると普通の着物に見えるわけですよね。うん、はい、そうですそうですそうです、うん。いい着物をもちろん使ってるので、そこはもうバッチリ機能性もあるし、いいとこ取りってことですよね。だからね。そうなんです。マジで早いな。すごい。うん、俺が靴下履くぐらいの時間だね。逆そんな、うん、逆にすると長いですけど、ね、靴下。そうか、でもやっぱり生地がいいっていうのもあるのか、なんかすごくやっぱ様になりってますよね。可愛いでしょ、うん、そうなんです。まあ確かにいい生地で、あのマジックテープみたいなの作りませんもんね。そうですね。これが、車椅子用ですね。はいはいはい。後ろは見えないから。きつくないってことですよね、それもね。お手洗いなんかに。ああ、確かに。うん、そこもちょっとこうです。どうでしょう。おー、いいじゃないですか。グー。グー。あれはこれは。これは。お、子供。上手。はい、決まりました。あら、様になってるじゃないですか。かわいい。うん、いいよ、かわいいよ。これ写真だけで見ると他の人はめっちゃ着せるの大変だったんだろうなみたいな風に思うってことですよね。うん、本当想像以上というか。本当ですか？確かに近くで見ると高級感が、うんうん、より一層ありますね。生地もね、めっちゃ刺繍もすごいですね。うん、高いですよ。成人式の振袖っていうのは高価なものなので、これを改装してっていうのはやっぱり難しかったかもしれないですね。確かに確かに。え、でもこれ高い着物ってことは、例えばなんかちょっと汚しちゃった場合はどクリーニング？もうあのいいんです、汚して。あの海に行って土がつこうが、もうそういうのはね、うちは全く気にしないので。専門のクリーニングさんもいるってことですか？もちろんつけてますけども、そこで取れなくてもその追加料金とかっていうのは一切やらないです。それはもうせっかくのお祝いにそんな水をさすような、バカな女ではございませんので、そこはもう大丈夫です。なので、まあ、もうさっき言ったように、ちょこっとほつれとか、まあ、そういうのを全く気にしなくていいし、もう破けたら破けたで、まあ、それまでだったということで、もうね、いいんです。大丈夫ね。それでもビジネス的にはどうなんですか、それは。ビジネスにはちょっとつながらないかもしれないですけど、私がこの会社を建てた、その理念は、もう障害児の お子さん、そしてお母さんが幸せなその日を迎えられるようにってことなので、そこはもうスタッフにも強く言ってますけど、それ父親が気にするなと。じゃあ、まあ、割とボランティア精神といいますか。ボランティアってなんかね、私が、仕事なんです。
お母さんたちが喜んでる姿を見ると、うん、そうなんです、そうなんです。お母さん後ろにこうして一緒に伝えた。いやでもあれはほらこの人が可愛い、うん、あら可愛い、はいはいはい、あら可愛い、女の子って可愛いって言われたら、うん、この笑顔なんですよ、うん、可愛い。まああと女の子はですね、いい男が隣にいると、うわー最高。あれ、後ろ、あれ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 、ちょっと怪訝そうな顔してる。嫌がってない、嫌がってない、これ嫌がってない。ちょっと静岡を泳いでるよ。ちょっと、あれあれあれ、いい男なんだけど。緊張してる。緊張してる。緊張、あ、緊張、緊張でした。覇気がね。かわいい。映えてるよ。だいたい依頼が来てから、こうやって撮影するまでどれくらいかかります？だいたい。そうですね。20日ぐらいですかね。結構かかるの。すごい。もうこういう着物がいいって言われたら、まずそこから仕入れから始めるんです。その1ヶ月ぐらい。なるほど。好きな色とかありますよね。そうなんです。柄も、もうこういう柄がいいとか、ラメが入ってないと嫌とか、こだわりがもちろんあられるので、その場合は1ヶ月。それから、さっきの言ってた、はい、男性用ですよね。男性用。上から被せるだけの。そうです、そうです。ちょっとあれですね、キラキララメが入って。かっこいい。はいはいはい、うわ、これめっちゃいいですね。ここにジッパーがついてるんですね、うん、なのでもう最大限に上まで上げてもらって被る。上からこう被る。楽っすね、はい、いや僕も京都で袴着た時めっちゃ大変だったんですよね、うん、本当に、ね、歩きにくいし苦しいしで。そうなんですよ、うん、写真撮る一瞬だけでいいんだったら、はい、もうこれでいいっすもんね、うん、正直ね。これは健常者の方も多くて、あ、そうなんですね。作ったものを検証者の方がレンタルで借りる。いやでも、うん、僕たちも使いたいですからね、普通に。じゃ写真撮ってね、なんかね、ちょっと決めたい時にね。一分着物です、これは。一分着物。すごいキャッチーです。俺もずっと思ってた、写真ね、1、2枚撮るためだけになんでこんな時間かけないといけない。まあだから利用者が増えるかもしれないですね、もしかしたらね。動画で。こんなに早く消えて汚しちゃ、多少汚しても別に問題ないなら、私も私もって全然あると思いますけどね。一人で出張とかも一人ですか？今日は会いたくて来たんです。社長さん直々に。会いたくそうなんです、私ね。スタッフの方が全然上手なんですよ。ああ、そういうことなんですか。はい、さらに。お客さんたちとこう連絡を取り合って、こんな着物を作ります。で、どちらかというと、そのデザインとか、そっちの方なので。ああ、そういうことなんですね。普段は何人ぐらいでいつもやるんですか？スタッフですか？はい、スタッフ。ですね、うちにボランティアとかもいろいろ来てくれるんで。あ、ボランティアスタッフもいるんですね。いるんですよ。10人を超えてますね。私はボランティアスタッフになると成り立たないところもありますからね。そうですね。最終的にこうなったらいいなみたいなとかってあるんですか？お着物をもっとその障害者の方に着てほしいと。やっぱりそういうふうなトラブルっていうのはネットなんかにも出てるので、やっぱ皆さん着ないんですよね。ちょっともう諦めてますって、子供に着物を着てるのを諦めてますってお母さんが多いので、そういうふうにならないように、あります、うちみたいな着物っていうので、はい、もっと皆さんに知っていただけたらなと思います。なるほど。はい、ということで、障害者専用の着物サロン、心さん。はい、まあ、興味がある方はね、ちょっと一度ホームページを見て、はい、検討してみてくださいと。はい、あとですね、はい、今回、コロコロさんたちに撮っていただいたので、その方たちには、ちょっとまたさらに割引をしてから、今回、成人式の中に出そうと思ってるんですけど、それ言っても大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい、オール3枚引きにしようかなと、オーダーメイドは。3割引き？どうですか？僕の動画見た人でってことですか？そうです、そうです。見てご予約をいただいたら、はい、皆さん3万円引きで。3万円もう引いてくれるんですか？引きます。3万円引き、この動画を見たと言ったら3万円引き。はい。マジですか？知ってください。そこ案件じゃないですからね。案件じゃない。僕はお金一切もらってないんで。はい。すごいですね。うん。本当ですか？ LINE でお問い合わせください。LINE なんですね。LINE から最初。LINE でもいいですけど、LINE でちょっと症状とかも教えていただくと。スムーズにね、なるということ。はい。先着30人、30人まで。まあ確かにね、いっぱい来てもね、そうですね。はい、じゃあ皆さんね、ぜひちょっと検討してみてください。はい、